ジャッキー王子の続編映画館、ザ・フライ22世誕生。はい。まだ見てない方、これから見る方はブラウザーバックをお勧めします。はい。ジャッキー王子です。寒いですね。えー、まあ今年の冬はちょっと暖かいらしいんで安心してます。えー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。これからいう方い方言ってらっしゃい。はい。えー、今日はザ・フライ22世誕生です。一作目と一緒に合わせて、 神映画と言,言ってもえぐらいの面白さですね。えー、前作、えー、ハイ男に溶かしたブランドルの、あの、恋人に子供が生まれます。はい。えー、と、その子は急激な成長スピードと、急激な成長能力と、なんて言うんですかね。あの、頭がとにかくいいんですよ。で、えー、だんだん自分が、 父親同様、ハエになっていくことが分かります。えー、そのために、えー、どうしようかっていうふうな謎を解いていく事件なんですけども。まあ、怖いですね。日曜夜日外劇場で何回放送、2ヶ月に1ぺ放送してたんじゃないですかね。淀川中原さん、お気に入りの映画ですもん。はい。まあ、エリック・ストルツもね、よく見たらマイケル・ジェイ・ホックスに似てたんだなっていうのがよく分かります。 変身後の方が、ワンよりも出演回数が多い分満足できますし、えグロボ描写も圧巻ですね。でラストが本当に祝うないラストでしたね、はい。見た方はお分かりだと思うんですけど、テレポットに打ち込んだコードネームは、ダディ、お父さんの名前だった。で、言うと育ての親,親の名前ですよ。はい それで、す、え、べ、ー、ての毒素をその社長の体に入れて、ミュータント化した社長のに肺がたかるシーンで終わるというね、えー、非常に救いようない終わり方だったんですけども、これ脚本を書いたのは、なんとあの、小三区の空にの監督であります、スティーブ、えー、ダラボンですね、ごめんなさい、えー、ダラボン監督が、えー、書いてます。 はい、だからこそ傑作に仕上がったんじゃないですかねフランク・ダラもはい、えー、あと前回特殊メイクでアカデミー賞取ったクリス・ウェア・ウリスが直にメガホンを取っているところもいいかなと思いますはい、えー、そういうことで着郷時でしたチャンネル登録よろしくね